磯波は、大日本帝国海軍の駆逐艦。特型の9番艦である。当初の艦名は、第43号駆逐艦。艦名は磯に打ち寄せる波から由来し、この名を持つ、帝国海軍の艦船としては、神風型駆逐艦。磯波に続き2代目にあたる。裏が選挙で建造。一等駆逐艦に類別された。1928年8月1日。 第43号駆逐艦を磯波と改名した。同年12月1日、浦波、敷波、綾波と第19駆逐隊を編成した。日中戦争に際しては1937年、上海、甲州湾上陸作戦に参加。1940年には、河南での沿岸作戦に参加した。太平洋戦争では、南方侵攻、ミッドウェイ海戦、ソロモン諸島、 ニューギニアの諸作戦に参加。その後、南方で海上護衛、紹介活動に従事した。1943年4月9日、戦団護衛中、セレベス南東でアメリカの潜水艦ポートグの雷撃で戦没した。艦長たちの軍艦誌273から274ページによる、日本海軍誌第9巻360ページ、AB、 漢方第百1 7 2号昭和5年11月24日漢方第百7 7 8号昭和7年12月2日 AB 漢方第2027号昭和8年10月2日漢方第2064号昭和8年11月16日海軍事例広報号外第149号昭和13年3月15日付 アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万3500海軍事例広報号外第273号昭和13年12月15日アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万4800海軍事例広報第402号昭和14年11月15日アジア歴史資料センターレフ C130 億7207万6700 海軍事例広報第716号昭和16年9月20日、アジア歴史資料センターレフ、C130 億7208万2100。ありがとうございます。